次に国田圭司君、国田君。日本共産党の国田圭司です。はじめに陸上自衛隊の対応とヘリ UH-60J、今月6日沖縄県の宮古島周辺で消息を絶った事故について質問します。防衛省は昨日までに現場周辺の海底で損壊した機体の胴体部分と6名を発見したが、残念なことに5名の死亡を確認したと聞きます。現在の捜索の進捗状況について井野防衛副大臣に説明を求めます。井野防衛副大臣。本件事故に関しては自衛隊として海上保安庁とともに連携し24時間体制で懸命に捜索活動を継続してきました。そうした中、これまでに空中捜索により要救助者6名と損壊したヘリコプターの一部を発見をしております。これまで5名を引き上げ、いずれも亡くなっていることが確認されました。事故発生当初より昼夜を問わず懸命な捜索活動を行ってきたものの、このような方に接しとても残念でなりません。防衛省自衛隊としては搭乗していた10名の隊員全員が一日も早くご家族のもとに帰ることができるよう海上保安庁と連携し、残る1名の引き上げ、そして未だ行方不明のままの4名の捜索に全力を尽くしているところでございます。国田君。懸命な救助活動を行う中そうした法に接したことは極めて残念なことです。お話しあったように10名の隊員が一日も早くご家族のもとに帰ることができるよう政府には引き続き捜索に全力を尽くすとともに事故原因の徹底究明を強く求めたい。林外務大臣のご所見を伺います。林外務大臣。この現在防衛省がですね、この事故の原因につきましては陸上幕僚監部に設置した事故調査委員会で調査中であるというふうに承知をしております。まさに今委員からもお話がありましたように政府としては搭乗していた10名の隊員全員、これ一日も早くご家族のもとに帰ることができるようにですね、全力を尽くすとともに事故原因の早期究明に向けて自衛隊と海上保安庁に加えてですね、この民間力の活用、これも視野に入れながら持てる力を尽くして機体の引き上げ、現場周辺の捜索を進めてまいりたいと考えております。国田君。事故機は飛行50時間ごとに行う特別点検を3月下旬に実施し、確認飛行も済ませており、当時の気象条件にも問題はなかったとされています。陸上自衛隊ではすでに事故調査委員会を発足させているが、今回の事故に構造的な要因はなかったか、徹底究明が求められます。陸自のヘリに標準装備されるフライトレコーダーには位置を知らせる発信機能や、海面に浮上する機能がついておらず回収が難航しているとお聞きしますが、事実ですか。井野防衛副大臣。すみません、ご指摘いただいたその搭載されていたかの機材ですけども、ちょっと現時点ですみません、確認が取れていないということでありますけども、いずれにしても現在、事故究明においてフライトレコーダー含む機体の捜索が発見された機体を引き上げて、調査していくということで、懸命に作業をしているところでございますので、今後もそういった点に全力を尽くしてまいりたいと思っております。国田君。その機体なかなか落ちた飛行機に捜索するべきね、あれにフライトレコーダー、つまり今のいわゆる普通の一般 のフライトレコーダーって、つまり海面に浮上するというのがついていないというのは報道されて、自民党の国務部会でも議論になっているわけで、その辺のことはちゃんと言ってくれんと私はあかんと思いますけどね。しゃあないですよ、もうそこと分かっていないとはしゃあない。でフライトレコーダーが回収できなければ事故機の飛行高度や経路などが分かり、当時どのような異常なが発生していたのかが解析できる。しかしそうした装備がなく、それが未だ回収できていないということだと。陸上自衛隊では現在同型機の飛行を
災害派遣や緊急患者輸送などを除き見合わせているが、事故原因が判明されるまでは同型機の飛行を再開すべきではないと考えますけど、どうでしょうか。伊能防衛副大臣。事故発生当日から、陸上自衛隊の UH-60JA、同型機については、先ほどご指摘いただいたとおり、災害派遣や緊急患者輸送などの、任務飛行を除いて、機体の健全性の確認をするための入念な点検や必要な教育が終了するまでは、訓練飛行は見合わせているところでございます。国田君。陸上自衛隊 ではですね、2017年5月、北海道の山中に連絡偵察機が墜落し、4名の隊員が死亡する事故が起きました。2018年2月には佐賀県で戦闘ヘリが民家に墜落し、隊員2名が死亡、女児が怪我を負う事故が起きています。また2017年10月には事故機と同タイプの航空自衛隊の救難ヘリが浜松市沖に墜落し、隊員4名が死亡しています。今回の事故を受け、沖縄県宮古市ではもし陸地に墜落していたら大変な事態になっていたと。なぜ、事故が起きたのか、本当に機体は安全なのかなど、住民の間に不安が広がっています。事故原因が不明のままでは、基地を抱える地域住民の不安が払拭できないのは当然だと思うんですね。同型機の飛行停止を特別点検や必要な教育の終了とまでせずに、事故原因までが判明されるまでは再開すべきでないと私は思いますが、どうでしょうか。伊能防衛副大臣。防衛省自衛隊としては、今般の事故については大変重く受け止めているところでございます。任務飛行を実施する際には必要な点検や教育を通じ、飛行の安全確保をしっかりした上で、最新の気象情報などをもとに状況を見極めて、今後実施していくという考えでございます。訓練飛行の再開についても、機体の健全性の確認するための入念な点検や必要な教育を終えた後に、判断していくということになりますので、今後、訓練飛行がどういうふうな形で再開されるかについても、現時点では予断を持ってお答えすることが難しいということでございます。以上です。国田君。重く受け止めるということを入念ちょっと2回使っているわけだけど、浜田防衛大臣はですね、4月7日の衆議院本会議で、自衛隊の航空機の運航にあたっては安全管理に万全を期すと表明してるんですね。そうであるならば、事故原因が判明するまでは同型機の飛行を停止すべきだと私は考えます。そのことを主張しておきたいと思います。で、次に、陸上自衛隊のオスプレイ部隊の編成問題について聞きます。防衛省は2020年3月木更津駐屯地の第一ヘリコプター団に初のオスプレイ部隊となる輸送航空隊を新編しました。同部隊は対本部や整備隊などで編成され、定員を約430名と定めています。このうち17機のオスプレイを装備するのは、本部中隊と第107飛行隊、第108飛行隊で、水陸機動団との一体的な運用を行う、そういうことでいいですね。伊能防衛副大臣。はい、そのように考えております。国田君。その通りだと。で、防衛省は輸送航空隊の木更津駐屯地の配備は暫定的であって、2025年度までに佐賀空港での本格配備、すなわち、戦力化計画を進めています、ね、で、この輸送航空隊の編成に従って、防衛省では2025年度までに既存の各部隊からオスプレイの操縦士として70名、整備員として約300名を移動させていると聞きます。具体的にどの既存部隊からどれだけの操縦士と整備員を輸送航空隊に移動させているのか
お聞きしたいと思います。伊能防衛副大臣。まずどの部隊かどうだというのはちょっと大変恐縮ですけれども、そういうのは明らかにしておりません。一般的に部隊の進編や部隊を増強する場合にはスクラップ&ビルドの観点から既存部隊の見直しや部隊転員の最適化を図りつつ、地上自衛隊の想定数の中で必要となる定員上の人員を確保するということとしております。先生ご指摘の輸送航空隊の進編にあたっては同職種間の人事異動により、操縦員や整備員を配置するとともに、職務に応じた教育を通じ、要員を養成しているところでございます。国田君。今ありましたように輸送航空隊の編成に伴って、簡単に言えば既存のそういう部隊から移動を行っているということは認められたということでいいですよね。伊能防衛副大臣。既存部隊の見直し等で、定員の中からやっているという意味ではそういうところもあったりしますし、要請しているというところもあったりというところであります。国田君。要請しているのは間に合うわけだから、要するに370名と300名を確保するために移動しているということはこれは事実ですよね。ですから要請したりいろいろしていると、肝心なことを私聞いているのは移動させているということだけは確かだと。でそうするとですね、問題はその結果何が起きているかということなんですね。で既存の部隊では操縦士や整備員の中抜け状態、つまり欠員が拡大しているのではありませんか。伊能防衛副大臣。基本的にはそのようなことがないようにきちんと部隊スクラップ&ビルドの中で、部隊の見直し定員等をしっかりと最適化を図りつつ、やっておりますので、その中抜けという表現なのかどうなのかちょっと分かりませんけれども、そういうことはないというふうに考えております。国田君。スクラップ&ビルドもこれも何回も繰り返してるんですけど、そういうことはないと、中抜け欠員はないということだということですね。伊能防衛副大臣。そういった定数の中で必要となる定員を確保しております。その中で移動だったりもちろん要請であったりというさまざまな形で最適な部隊配置をしているところでございます。国田君。手元に陸上幕僚監部が2020年7月3日に行った航空安全会議の資料があります。でそこでですね、こういう資料があるんですけども、これを見ますとですね、航空輸送隊が編成された2019年度から戦力化される2025年度までに、オスプレイの操縦士として先ほど言ったように70名ですよね、70名を15の市旅団の飛行部隊、5個の方面ヘリ隊、ヘリ軍の4飛行隊から捻出するとあると。その結果既存部隊で機長が減少し、各部隊で平均 2.5 名の欠員が生じると明記されている。だからスクラップ&ビルドとかいろいろ言うけどやね、要するに欠員が生じるということを明記されている。そうじゃないんですか。伊能防衛副大臣。先生ご指摘の資料等がですね、確認が取れないので、我々としてはその資料についてコメントすることは難しいところでありますけれども、いずれにしても自衛隊として、その既存の定数の中で定員を適切に配置してい、くというところで、ありますので、パイロットだけは少ないとかそういうことではないというふうに思っております。国田君。私は
この文書を示してですね、要するに欠員が生じると明記されてるってことを言ってるわけで、スクラット&ビルドをどうのこうのって言ってやっててごまかしてやるという話じゃないんですね。問題は その次もさらにあるんですよね。陸上自衛隊では操縦士の練度ですね、練度を高い順番に A から D の4段階に格付けしてるんですけど、この資料によればですね、その各部隊からオスプレイの操縦士として捻出するとことによって B と C の格付けの操縦士が約 20% 欠員するとあると。だからね、そういった問題も気にせんとね、適当にやってるんだなって話でね、どないしてそれで全体のね体制が維持できますねんな、そういう問題についても心を砕かなね、あかんのちゃうと私は思いますね。だからその結果削減される B と C の格付けの操縦士が機長として実施していた飛行任務を格付け A の操縦士が代替せざるを得ないとあります。また整備員についても各部隊から約300名をオスプレイの要員として輸送航空隊に移動することで減少し、既存部隊の整備がベテラン主体による特貫的な整備となると記されています。このように資料にはオスプレイ17機の導入によって既存の各部隊では操縦士や整備員が大幅に減少すると明記されているわけです。こうした実態があることをこれまで国会や国民に一切公表してこなかったことは重大ではないのか。またそれ指摘されても資料がどうのこうの言って、こういう現実オスプレイをこう配備するにあたってね、そういう問題があるということをもし知らないとしたらね、それはあげませんわ。どうです？井野防衛副大臣。我々自衛隊としてはしっかりと、まあ、常に教育訓練というものをしっかり行うことによって常に練度を維持し、そして、いついかなるときでも対応できる、そこをできるような体制を整えているというふうに自負はしておりますので、まあ、そういうことがないように、ご指摘いただかないようにしっかりこれからも訓練を充実させてまいりたいと思っております。国田君。練度に教育で維持するというのはね、一つ一つの塊はいけるんですよ。だけどボコンと取られてね、それで起こっている事態についてのこの深刻さという問題を今度はね、まあ、防衛副大臣たるものはですね、自衛隊の中に存在しているこの極めて重要な事態について練度で訓練で教育で維持できると、もしそうお考えだとしたら、こういう報告は一体全体何なんだと。これは今お話ししたように 20% 欠員すると、それからベテラン主体による特貫的な整備となる、ここまで言ってね、大変なことになっているということを言っているわけですよ。それをね、まあ、公表していないことを私問題にしているんであって、そう言ったら維持しますとか練度ですって教育します、そんなね話こうとんちんかんなことしたらあげませんで、ね、だから私は外務大臣に最後にじゃあ聞こうと思うんですけどね、航空輸送隊という新たなオスプレイ部隊の編成によって陸自が全国で運用する400機近くの航空機で操縦士や整備員の体制が中抜け状態、欠員状態になっている、そのことで他の操縦士や整備員に任務が偏重していると。林大臣、自衛隊員はもとより国民の命と安全に直結する重大問題だと思いませんか。林外務大臣。政府といたしましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中でですね、陸上自衛隊のオスプレイの配備、これは島しょ防衛、災害救援、そして日米同盟の抑止力対処力の強化等の観点から重要であると考えております。今防衛副大臣から答弁がありましたように、オスプレイの安全性信頼性は十分に確認していると承知をしておりまして、安全性に問題ないと考えておりますが、オスプレイの日本国内における飛行運用に際しましては、政府として地元の皆様に十分に配慮し、最大限の安全対策を取るように万全を期してまいりたいと考えております。国田君。おりますけどね、私オスプレイの安全性の話してんじゃないんですよ。
そこを特化することによってね、他は大変になってるやんかと、決意も生じて中抜きになってるやんかと、そしたら自衛隊の命も大変やでと、ここまで心配してますので、ね、だからね、陸自が全国運用する400機近くの航空機でね、操縦士や整備員の体制が欠員状態になっていると、そういう点でいうと、自衛隊員、国民の命と安全に直結する重大問題だと、だから陸上幕僚監部のこの航空安全会議で問題になったと、だからこうした実態を国会や国民に黙ってやるってことは言語道断だと私は思います。政府は安倍首相就任以来ですね、アメリカの要求に応じて、現場の自衛隊さえ必要として、現場の自衛隊さえ必要としていないんですよ、こんな高額兵器。次々と導入し、軍事費の高騰を招いてきたと。陸上自衛隊のオスプレイはまさにその典型です。オスプレイの配備は100があって1になしだと、改めて配備撤回を求めて質問を終わります。